はい、こんにちは。広島大学の、微分と、まあ、面積もあるんで、積分の問題の、もう、本当に基本的な問題です。もう、常等手段を使うようなものばかりですと。まず、3次関数があって、これまず定数がないんで、まあ、原点は取るなと。で、その3次関数上の点 P における接線が、原点と P の間でもう一回 C と交わるよと。そんなような P の範囲。まずは、まあ、グラフ書いて様子見ないとわかんないんで、で、まず定数がないんで、X でまずすぐくくれるんで、まあ、因数分解できるなら、とりあえずして、X 軸とどこで交わるかは、まあ、把握しとこうかなと。で、これ、因数分解一瞬5、1が5でできそうでできないですね。判別式が負ですね。2因が4引く5なんで、マイナスだから負。ってことは、X 軸とは原点でしか交わらないと。で、まあ、どっちにしろ接線が必要なんで、微分もしとくと、F'X が、3x 以上マイナス 8x プラス5だから、これは因数分解できますね。3と5で8だから、3x 引く5と x 引く1でいいのかな。これで8。あ、すいません。はい。でそうすると、極値はあるけど、x 軸とは1箇所しか交わらないと。まあ、なんで、原点通って、極値が1と3分の5だから、まあ、1でこう来て、こんな感じと。1のところで極大で、3分の5のところで極小と。で、極大値極小値はとりあえず今のところ関係なさそうなんで、1は出しても別にいいですけど、3分の5なんて入れたくもないし、工夫したって大して楽にもならないんで、まあ、とりあえず極小値はいいかなと。で、原点からどっか、まあ、この辺に接線引いても、交わるのはこっち。じゃなくて、原点とその点自身、その間でもう一回交わるところは、まあ、この辺ですね、大体。この辺にこうピーッと引けば、この辺に P を取れば、その接線とこの3次関数が原点と P の間で交わる。まあ、この辺の、じゃあその P の範囲を求めなさい。じゃあもうこれはもう、この3次関数と直線の交点を求めるための式、連立させて、で、その交わった点が、まあ、当然 P の式で表されるんで、その P、この点が、X 座標が0と P の間っていう不等式作れば、まあ、P の範囲出るかなって感じなんで、もうごく普通に。まずは接線の式は、Y イコール、微分した式がこれなんで、3P 次乗マイナス 8P プラス5で、で、X マイナス P で、で、Y 座標がプラス、P3 乗マイナス 4P 次乗プラス 5P と。で、まあこれ整理すると 3P 次乗マイナス 8P プラス 5X で、で、マイナス 3P 3乗だからマイナス 2P 3乗で、プラス 8P 次乗だからプラス 4P 次乗で、で、マイナス 5P と 5P でちょうどここが消えると。で、じゃあこの直線とこの元の3次関数、連立させると、x3 乗マイナス 4x 乗。で、一次の係数は、5から、これ引くんで、ちょうどこの部分の5が消えるんで、マイナスで、ここだけ残るんで、3p 次乗マイナス 8px と、この5がちょうど消えて、で、あとは定数はこれの引き算してるから、プラス 2p3 乗マイナス 4p 次乗と。イコール0っていう3次方程式を解けば、この点が P で表されると。で、この三次方程式は超絶簡単に解けるっていうのは、なぜならば、この直線とこれを連立させて、交点求めるための式なんで、解、P、分かってます。で、しかもそれは重解ですってことは、x-p の2乗を、この三次式は因数に持ってると。で、じゃあ、相手方はって言ったら、これはもう割り算するまでもなく、これ二次式ですと。で、二次式と掛け算して三次式だから、それで一次式。で、x の係数は1な、3乗の係数が1だから、x2 乗と x で、この係数も1。で、定数をあと求めればいいだけで、定数はこれ、p2 乗になるんで、プラス。で、それと掛けて、これが出てこなきゃいけないんで、プラス 2p マイナス4と。これで 2p3 乗マイナス 4p 乗と。いうことで、もう因数分解ができたら、そしたら、これが、x が、マイナス 2p プラス4が、この点の座標と。マイナス 2p プラス4と。
じゃあそれが0と P の間にあればいいっていうだけと。じゃあこっち来て 2P が4なんで P は2よりちっちゃい。でこっちはこっちも来て 3P が4だから P は3分の4よりも、P の方に口開くと。ってことは3分の4から2の間、これが括弧1番の答えの範囲になりますと。じゃあそこで次に、この接線と3次関数と Y 軸とで囲まれた面積だから、これとこれの面積が等しくなるような P の値を求めなさいって言うんですけども、これ、ここはいいや。これつい、まあ私も T シャツにしてるぐらいなんですけども、これじゃないですけど、この、こういう3次関数と接線とで囲まれる面積には、まあ、スッと使っていいかどうかは知りませんが、3乗の係数が1だったら、x-α、x-β の2乗の dx で、積分区間が α、β だったら、12分の2か。12分の β 引く α の4乗っていう、まあ、公式があるんですけども、まあ、これもちろん、実はここでは、使えそうで、使うとかえって、よろしくない問題なんで、あんまり公式に頼るなよっていう多分主張なんでしょう、きっと。これは、これ使えるじゃんと思って、使うとあんまりいい結果は起きませんので、ここではちょっと今この公式は、証明はまあ、とりあえず しないで、実は使えませんと。っていうのは、この面積とこの面積同じですって言うんで、この面積だけを出すんだったら、それは確かにこれ便利ですと。これは、ここに結局こうで、P で、マイナス 2P プラス4、あ、逆だ。こっちがマイナス 2P プラス4で、ここは P っていう。そしたらこれは12分の、P 引くこれだから 3P マイナス4かな。の4乗っていうふうに、まあ、この面積を出すんだったら、まあ、こういうふうにすぐ出せるんですけども、じゃあこっちはっていうと、こっちは、まあ、同じ、式は同じで、符号が反対ですね。3次式から今、1次直線を引いたのがこの式なんで、こっちは、こっちの面積は直線から、三次式を引かなきゃいけないんで、まあ、符号を反対すればいいだけなんですけど、そして積分区間が、まあ別にこっちでもいいんですけど、で、0からマイナス 2P プラス4まで。そうすると、これは計算がもうとてつもなくやりたくないと。一生懸命工夫しても大していい話にならないでしょうと。なんで、実はこれ、ここの面積が公式使ってパッと出せるからといって、あまり使っても楽にならないと。じゃあ、どうすればいいかというと、これとこれの面積等しいと。これって、ここの面積を出すための積分の式っていうのは、結局、直線から三次式を引いた引き算で、要するに、これとこれのどっちも符号を反対にすれば、符号を反対にして積分すればいいと。で、もしもこれ、こっから、0から P までいっぺんに積分しちゃったら、これ実はこことここの面積が等しければ、0になっちゃいますよってことは、結局、積分区間を、どっちでもいいんですけど、0から P、0から P までいっぺんに積分しちゃえば、それは、0になりますよと。で、そしたら、こっちよりも、これ別に、α、β が積分区間だから、こういううまい話が出てきてるんで、これ、0と P だったらいいんですけど、これ、積分区間が0と P だとあんまり嬉しくないんで、こっちの方がいいですよ。こっちを素直にやればいいだけ。ので、これはここ使わない。だこれを、こうして、dx と。そしたらそれが、0になればいいですよっていうだけの話です。じゃあ、これは積分すると、4分の、x4 乗、マイナス3分の、4x の3乗、マイナス2分の、3p 次乗引く 8p、x の2乗プラス 2p 3乗引く 4p 次乗の x と。で、p0 と。そしたらもう、こっちは0なんで、こっちは楽ちん。0なんで。じゃあもう p 入れた式だけ。4分の p4 乗マイナス3分の 4p3 乗
で P 乗入れるんでマイナス2分の 3P4 乗とこれプラス 4P3 乗でここそのままプラス 2P4 乗とマイナス 4P3 乗とそもそも4乗と3乗だけなんでそんなに大したことないと。そうすると4乗の方は4分の1とマイナス2分の3と2なんで4分の1引く6足す8なんで4分の3、4分の 3P4 乗で3乗の方はマイナス3分の4とこれちょっと4というのが消えますね。そうマイナス3分の 4P3 乗が0になればいいと。いやそしたらこれはもう P3 乗でくくれるんで4分の 3P 引く3分の4が0と。でまあ P は0じゃないんでこれを解くだけ。12倍すると12倍すると3が残るから 9P マイナス16が0なんで P は9分の16と。でまあ9分の16はちゃんとこの範囲に収まってますねということでこれが答えになりますと。では以上です。ありがとうございました。